皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋孝子です、えー。本日のテーマは、授業運営の優先順位の決め方と時間の使い方についてお伝えしていきたいと思います。えー、そうですね、あの最近、クライアントさんの新しい方が増えたこともありまして、えー いいろんんな方いらっしゃるんですねもう本当に最初からゼロからやるっていう方とあとは3年とか5年とかやってきて入られる方あとは10年以上やられてから入る方とか、まあ、いろいろ状況は違うんですけれども新しく入る方と一緒にまず最初にやっていくのがですねすで、まあ、あにやってきた方に対してなんですけど特になんですが事業の整理ですね。 これを一番最初に着手することが多いです。要は本筋の本質を残して、まあ、枝葉カットするっていう感じですね、えー。特に長年やってる方、10年以上やってる方っていうのは、うーんもちろんこの木がですね、きれいに伸びていって、美しい形で伸びていってっていうふうに枝の整理を途中でやっていればですね、まあそんな にこういっぱい剪定いわゆる植木の剪定と一緒ですねあれ綺麗にやっぱ切ってあげないといい方向の素敵な形にはな整っていかないですよねあれとやはり一緒だなっていうのを最近感じていてですねあのうちの庭に花水月があるんですけどやはりあある程度こう綺麗な形の花水月の状態を保とうとすると剪定ですねあの それでも私が切っちゃダメなんですよちゃんと植木屋さんが伸ばしたいように伸びるように上手に切っていかないと綺麗な形にはやはりなっていかないのでその目を落としちゃいけないとかですねいろいろあるんですよね。だからきっとそれと同じようにですねコンサルタントの目から見るとこれは切った方がいい要は枝葉。 に力を注力してしまっていると当然売上も上がらないし、えー、ものすごく時間取られることになってしまうんですねなのでままああのそんな実例というかクライアントさんたちを見ながらやはり優先順位の決め方っていうのを一つのまあ、ル,ルールですねまあ、これもちょっとお伝えしてでさらに時間の使い方これ連動する話なのでこれを今日はちょっとメインでお話をしていきたいと思います えまずですね授業を整理する場合に私があのご相談を受けてですね何を基準に整理していくかっていう話なんですけど例えば10年とか十何年やってきていると例えば生徒さんの要求とかに応えながらどん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 こういっぱい コースとかレッスンが増えていって自分でも収集がつかない状態になっている方とかも結構いらっしゃるんですねで、当然そういうことになるとどういうことになるかっていうと先のことを見越した計画なんて全然立てられなくって今目の前にあるレッスンをとりあえずもうこなしていくもうこれが必死っていうこの状態がやはり続いてしまうんですよねそうすると先生にとっても良くないです将来のビジョンが見えなくて えー、と,りあえずとりあえずもうか,かけていかないとか,かけずり回らないとですねあ収入がそもそも確保できない要は本当はどこかで立ち止まって時間をちゃんと作って全体事業設計をし直してそしてまた走り出すっていうやっぱなんでしょうねこういう階段みたいな踊り場の時期っていうのがあったり、まあ、場合によってはちょっと落ちることだってあるんですね。 高く登るためにはかがまないとジャンプできないのと一緒でその瞬間すごく焦るしすすごくく残念なな気持ちになるのももとてもよくわかりますあの私も、えー、自分が望んだわけではないけれども事、えー、業のき見直しのきっかけをするためにやはりドーンと落ちたことがありましたからね。 でも、まあ、その後 V 字回復してるんで1年を通せばどうということはなかったんですが、まあ、その時の焦りとか不安っていうのはやはりあの授業をする人間としては非常によく分かる明日が見えないっていう状態を味わったのは初めてだったので。 全部計画的にやってましたのでねなのでそ,それでもそうなっちゃうわけですから、あのー、大してこう先のことを考えないで目の前のレッスンをこなしている方だったとするとますます先は考えられないからやはりそういう負のスパイラルに落ちていくっていう可能性が高いですね。でこの状態で何を私は心配してるかっていうと、えー、先生の体力です。あのー い,やいつ倒れてもおかしくないというめちゃめちゃいい運営されてる方が非常に多いんですねわ私も経験してるので人のことは言えないんですけれども、まあ、例えば深夜2時とか3時に寝て朝6時とか7時に起きて仕込みをしてっていうそれが割とルーティーンで普通にやられてる方とかいらっしゃるんですよね、まあ、私も2時は多かったけど、まあ、7時5時間ぐらいは寝てたかなでも4時間の時もあったか。 あの料理とかパンとかの教師の先生まああの料理系じゃないにしてもですね雑貨系にしても割と本気でで回してていいる先生っていうののは睡眠不足の方が非常に多いですね <laughs> あのフェイスブックとか見ててもメッセンジャーとか青ランプこれまああのオンラインだよっていう証拠なんですけどね青ランプの先生とか結構多かったりとかして夜中に普通に連絡がついちゃうっていう非常によろしくないスパイラル。私もなるべく朝方に変えたいと思 持ってるし睡眠も増やしたいと思ってるんですがこれは積年の課題になるのであれなんですけどただ私ね皆さんよりりおそらく体力あります、うん、結構、あのーまあ、精神力で持たせる体力っていうのもあるんですけど基礎体力が多分皆さんよりはある。まあ、出なきゃ心肺配達なんかできないですからねあの相当きつかったですけど <laughs> はい。 削ってもっててもいいうののははは良くないのは今はよくな今よわかってるんですけどね体力は多分ありますその状態での私が見ても皆さんのそういった墨を削った状態で運営をしている教室運営っていうのはやはりよろしくない要はいつ倒れてもおかしくないっていうことはいつ生徒さんに迷惑かかってもおかしくないし自分自身も健康管理をちょっと誤ると入院とかっていう方も実際にいらっしゃいましたからね。 いや、それはやはり良くないだろうと思うのです。だから、キリキリのキワキワで健康状態も悪い状態で仕事をしていくっていうのは、あのいい講座が作れないし、やっぱパフォーマンスが落ちますよね。だから、あの健康管理もあの事業家の一つの仕事だとやはり捉えた方がいいというふうに思っているんですね。だから、あのキリキリキワキワの無理な運営っていうのは、私はあまりお勧めしないですね。はい。 ということはじゃあ何をしたらいいのかっていうのは優先順位をどうしてもつけなくっちゃいけなくて1日24時間、まあ、働ける時間は8時間で運営してる先生はほとんどいない10101012141212かな1314という先生もいるか。 あ,あとはもう仕事が好きすぎて <laughs>、まあ、私みたいな人みたいにねあのそれをストレスとも感じないでほぼ趣味,趣味のような世界の中でふんふんってやりこなしちゃってるタイプの人は、まあ、あまり時間労働っていうところはダラダラするのは良くないんですけれども楽しくてやっちゃってるのでねあそ,そういうのでやってる分にはゲーム感覚とほぼ一緒なのでそんなに辛いと思ってやってないので長くなっちゃうっていうところはあるんですけれどもね。 だけれども通常はよろしくないですよねということは増やしちゃったその講座をどこかで整理しないといけないその時の優先順位は、えー、人によって違うんですよ、えー、例えば生きがいやりがいを優先する人収益ではない方ですねここに関してはそこまで頑張らなくていいっていうのが私の答えです だからそこまで頑張らなくていいっていうのはもうその体を壊すほどや,るやらなくていいから本当に本当に楽しくってやりたいレッスンだけ残してそこだけをもう集中的に、あのー、営業というか、まあ、集客をかけるっていう形ですねだから枝葉を切っちゃう感じになりますでその基準は思い気持ち、えー、思いとか気持ちとか楽しいことこれ最優先です。 番番のの方方それにですね二番目の方、えー、この方はえ楽しいだけじゃ済まなくってちゃんと実益を残していかないと先が立ち行かない例えば旦那さんと約束した住宅ローンを抱えているとかですね、まあ、会社員からの転職の方だとそういうのを持ってたりとかする方結構多いんですけれどもね。 そうするとその分当然稼がなきゃいけないプレッシャーとかがありますから売上高重視の施策になっていくんですねそうするとこれは本当はやりたいんだけれども今。 割とこう売り上げが上がりやすいまあ、人気の口座はこれみたいな。ちょっとそういう帰りが出ちゃう場合があるんですね。で、その時にはあのここをやりたいのはわかるんだけれども、ある程度軌道に乗せて、これはそんなに収益化しなくてもいいよ。っていう状態で下にくっつけておくとか、その優先順位を組み替える必要がある人もいらっしゃいます。あのまあ、レッスンでコースでやってる。以上ね、あの全てが。 好きじゃない場合もあると思うんですよあの集客できるから残しちゃってる講座とかっていうのも当然あると思うので、まあ、世の中の人が求めてるけれども自分はそこまで好きじゃない講座 <laughs> 世の中の人には求められてないけど自分はめっちゃ好きな講座とかそういうのおそらくあると思うのでその時に考えなくちゃいけないのは、えー、売上高が優先される人はちょっと心を鬼にして自分自身がめちゃめちゃやりたいのはちょっと時期をずらす。 ちょっと時期をずらすですでだからここが軌道に乗っちゃえばすぐにやったっていいんですよだけど希望に乗らなくてこっちをやりたくてそして両方ともズダズダみたいな形で <laughs> 両方とも収益も上がらないし集客もできないというと非常によろしくないのでそういう場合には一旦こっち置きますこっちを先にあの稼働のさせたらこっち楽しみに多少売り上げ上がらなくたって問題ないんですよ。 でやってってやっぱり家庭であのー。 働い家庭のお母さん主婦としても、えー、ありそこの中で家族の話し合いの中で認めてもらってる人、えー、子供がいないディンクスだったとしても旦那さんとの約束があれば当然そこを守っていくっていうのも一つルールになっていくと思うしあー大概ですねその数字の話をするとですねまあ,あの旦那さんに対しての約束が仮にあったとしてもまあまあよく破ってますよね皆さんね。<laughs> あの 本当にだから多分あんまりこう旦那さんに信用ししててもらえなないんだろうなって思っ思たりします、えー、よく破ってるってうのはどういうことかっていうと例えば家にいくら入れるって決めたとするじゃないですかその金額をマイナスになっちゃったらどうしてるかっていうと結局旦那さんが補填してるケースが多いんですよね旦那さんのボーナスとか旦那さんの残業代とかね。まあ、それは優しい 方だしまあそれで持ってる家は全然構わないんですけどそうすると当然のことながら家での発言権っていうのは、えー、少なくなってしまう要は約束したことを守れてないからっていうことです。だから 何が何でもあのすごいこうがむしゃらに稼げって言ってるのではなく家庭環境と自分がどういうふうにしていきたいかっていう環境によってですねあ状況によって稼がなくてはいけない額も、えー、そのしんどさも人によって変わってくるんですよただ私年間計画の,あの数字のチェックしたりとかそれが毎月できてるかのチェックとかうちのクライアントさんとかにやったりするんですけれども、うん、あの余裕がある人はいいです。 余裕があるというのは旦那さんの稼ぎがどうにかなってるないしは貯金を相当持っていて OL 時代の貯金ですねそれをかなり切り崩しながら3年は持つとかそういうタイプの人はねあの最初赤出しながらでも全然大丈夫ですだけれどもそうじゃない方っていうのはやはりちゃんと事業家あの事業家っていうのは家の方じゃなくて変化の家の方ですね事業家してないとやはり旦那さんから仕事をしてるというふうには見なされないケースが多いですよねだから趣味か してるっていうことはその状態で自分はこうやってるとか言っても信じてもらえないですよねやっぱりだって家のお金持ち出してるわけですからね家のお金持ち出すっていうことはその足りない分は旦那さんが補填しているということになるのでまあ手の中でしか仕事ができてないっていうことだから外でどうのこうのとかあのなんやかんやか言ってもそれは信じてもらえないですよねやっぱりねだからそう考えると 売上高の方が優先されるような事業計画を組んでいる人はやりたいことは一旦置いて収益化できる方を優先するっていうことも一つの考え方になるのでその枝の切り方ですね自分では切れないケースが多いですあの多分だからそういう時に私はインタビューするときには本当にやりたいことは何って先に聞きますそしてそれがどれぐらいあの集客しやすそうで 収益化しするのがしやすいかを聞くのがまず一点で、それが難しいな一致している人一番簡単なんですよ収益化するしあのー、自分をやりたいのが一致している人は一番簡単ですでもそうい全員がそうではないそうすると次には収益化しやすそうな、えー、事業はどれなのかそこを中心に組んでいけないのかっていうのを考えていくことになりますので、えー、それを組んだ状態でさらにいらないものをまず一旦カットします バサバサっとで綺麗にした状態でそこ1点集中でまずやっていただいてでそこに目処がついてたら本当にややり方は2個3個ってやってていくのは、OK、ですなので優先順位の決め方があの割と余裕があるタイプの人と余裕がない人では決め方が違うっていうことがまず1点ですね。それが一緒くたになって自分全部やんなきゃいけないみたいになるとどうしても時間が足りなくなるので青い顔してですね あのコンサルで来る方とかもねいらっしゃるんで「いやどうしたのその顔色」っていうと「寝てないです」とかねあの今にも倒れそうな顔色でいらっしゃる方とかもいらっしゃるので「いやそこまで頑張るんだったらもっとこう効率的にやっぱり動いた方がいいよ」っていうアドバイスをどうしてもしたくなる睡眠時間が今3時間しか取れてないんだったらなんとか5時間なんとか6時間とか。 取れるような授業に回していかないと、あの長期戦なんですね。ビジネスってだからあの短期決戦でもちろんえー、っとそうですね、えー、開業3年はあの非常にがむしゃらにやんなきゃいけない時期なので、まあ、だから若い人の方がいいんでしょうね。起業するのはね。私は42の起業でした。けれども、あのまあ、体力ある状態で。あ、会社員の時がね。 結構猛烈社員的な働き方をしていたので、えー、おそらくそれで体力は持ってるんだと思うんですけれどもあの通常はねやはり女性は特にその体の調子がね40を超えてくるとだいぶ変わってきますし50を超えてくるともっと変わってくると思うんですよね。 まあ、そうなってくることを考えると無理が効かないなっていうことを受け入れながら授業を組んでいくということをどうしてもしなくてはいけないので時間効率が良くて収益単価が高いものを優先的に授業が組めるかっていうのは当然考えなくてはいけないですよねだからその時に必ずしも自分が好きなことをそこでできない可能性もある でだけど、将来の青酢の中ではそれは絶対にできると思ってやっていくっていう感じですね。だから何でしょう？あの私はそれ自身を全て否定はしないんですけどね。あの好きなことで食べていくみたいな。私も好きなことで今、今今食べてますよ。だけれども最初からそうだったわけではないですよね。あの。 先生とかを見て見ていくていくく作っコンサル、まあ、先生とかと女性全般ですね企業の方をサポートしていくっていうコンサルタントになるっていうのを決めた時に一番最初に着手したのは自分が実績を上げることっていうのを着手したので自宅教室を普通に満席にして普通に流行らせて普通に回すっていうことを3年でやるっていうのを決めたので、まあ、そういうふうに動いたわけなんですけどその時は私はコンサルになりたいわけなんですよね。だけれどもパン教室や やっててますパンの先生としてだからあの決して得意ではない分野だったとしてもそれをやらないとん実感として理解してあげられないと思ったし真剣にその取り組みですね集客の取り組みを自分がその授業を回すっていうことでやらない限りは実感として伝えられないっていうふうに思ったので時間がが皆さんがないっていうのもよく知ってますだって私もパン教室をやってたからです。仕込みがあって 接客というか、まあ、レッスンこなしてでその後返したあと後片づけしてでまたあのウェブのね集客のためのブログ書いたりとか次の仕込みのお買い出しに行ったりとか、まあ、場合によっては夕飯の支度とかが入ってきたりとか、まあ、そんなことやってるとあっという間に12時とか1時になっちゃうっていうそういう生活はすごく理解できてるんです。で それもだから効率よくやらなくてはいけなかったので私は毎年一個新規事業をつ作ってましたけれども当然その時期によってうんこれは今一つだよねって授業撤退っていうのをやっぱりやったりとかしないととてもとても時間が足りなかったんですねだからあのー、どれだけ早く仕事をこなしていけるかっていうのをすごく考えるもしましたでも同時に枝葉を切っていくっていうことを そうだな1年単位ぐらいではやっぱり大きく枝葉を切るっていうのはやってましたね自分で当然ただ自分でやるって言っても相談はしてますよ私のコンサルタントに <laughs> うでその大きく舵を切るっていう時にはやはり売り上げが下がるかもしれないっていうのを覚悟しながら負荷をかけてやっていくっていうこともどの時期にやっていくかっていうのを私のコンサルタントと相談しながら私の働き方を見ていてですね今だっていう時期にそろそろろ そっちにシフトしたいんだったら今大きく舵を切らないとねっていうのは言われてそのように動いたっていうこともありましたからねだから自分のえと時間の使い方とか事業の枝葉の切り方ですね自分でも判断してましたけど都度あの大きく対局を見れる俯瞰して見れる並走してくださっているコンサルタントの先生にですね ここういううい状態でこう考えてますっていうとゴーサインが出る時とあとはそのゴーサインが出たあとどれぐらい負荷をかけなくてはいけないかっていう一般的なあの話とかも含めてアドバイス頂い,いてたのでそれを覚悟しながら動いていたのでうーんあまり不安はなく。 ただ走るだけっていう感じでやってましたのでねそういう意味ではかったなと思うんですだから時間の使い方が足りないっていう方は本当に自分が効率が悪いっていうケースとあとやりすぎてるいろんなことそれによって時間がめちゃめちゃ取られてしまっているケースがあるのでシンプルに断ち切るっていうことをどこかでやはりしないといけないんですよねそうすると 一番最初に戻るんですけれども、運営の優先順位を決めた上で切る授業と残す授業をやはり決めていかないといけない。これはあの木の剪定と一緒です。木を大きく伸ばしたかったらやはりいらない枝を切っていかないと栄養変なとこに行っちゃうので木の形が変な形になっちゃうんですよね。綺麗にスーッって上に伸ばしたかったらやっぱりそういう切り方をちょんちょんちょんってやってってあげないとですねうまくいかないっていうのがあります。 なので、えーとまあ、優先順位の決め方の一番大きなポイントは自分が、えー、好きなことでやっていって収益を追っかけない方でいくという事業設計でいくのかこれは余裕がある人です。本当にそのお金としてちゃんと稼いで家にも入れなきゃいけないっていうタイプの人お金優先になりますので必ずしもその時期に好きなことができるとは限らないということを理解するのが一点です。 もう一個はえー、それを決めた後に時間の使い方の優先順位が振り分けになります当然一番収益が出て力を入れなきゃいけないところに時間をつぎ込まなくてはいけないのでここを間違える方は枝葉の方にものすごい時間かけてる方がいらっしゃるんですねだからたまに私それを 見つけるとですねいやなんでそっちに時間かけてんのかなこの間そこあんまりしないってことにしたよねっていうのをお話しすることとかもあったりしますので自分では見えない時には客観的に俯瞰して見られる人に定期的にチェックしてもらうのもいいかもしれないですよその渦中にいると見えないから世界がうん。あと時代の流れとかもあるので変わってきたなっていう感を感じたら えとちょっっと舵を切るるるのを方向変えるっていう必要もあるんですねこれ微調整になるんですけどその1年前の当時はそれでいけると思ったのがご自身がもたもたしているうちにですね世の中の流れが変わっちゃう時とかあるんですよそうするともう一回組み直しして違う方でいかないといけない時があるのでまたそこを必死にこうわーって何も見ないでやっちゃっていると結果うまくいかないっていうケースもあるのでこの調整と修正はね、えー、結構必要なんです。できればね3ヶ月に一度本当は見て欲しい ですね。修正と調整は私もそうしてます。自分のお仕事はね。なので、あのー、今日のポイントは、えー、優先順位の決め方と時間の使い方連動するっていうことを知って組み立ててください。しかも立ち止まって、その時間を取ることを惜しまないっていうことが必要です。ということをお伝えしたいと思います。それでは。